ちょっと G1 枚回しますね。そうなんだ。あーいいねこれ。おお、水星来た。これはおはじきクリアしなくていいじゃんって話だな。水星ちゃん初ゲットになっちゃったぞ。なんだこの G コイン。はい、じゃあ水星ゲットしましょう。いいね、水星初ゲット。はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略。今回はね、一応無課金で10までねできたんで、10でいろいろホロライブコイン G ねもらえるので、これ回していきましょうか。ただ一応ね、このコインどうですかね。なんか次にもしホロライブイベント4があるなら、なんか取っといた方がね、今回取っといたらサブアカで水星ちゃん出たり、なんかね、今回もね課金の Z ランクとかいるので、白縫いさんだっけ、はい、なんでなんかもしね第4弾があるなら残しておいた方がいいかもしれないですけど、まあいいか、それはサブアカに任せよう。回しちゃいましょうかね。はい、あとミッションでホロハート、ホロハートは、そういえばホロハートもな、60回まで来ましたね。まあこれ私ね、あの S ランクのね、あのペコラとかいっぱい周回したんで、その時にでも100回に1回しか落ちなかったな、ホロハート。はい、まあこの辺ね、ホロハート送ってアイコンとかね、ゲットしたんで、このアイコンホロもね送りましょうか。あ、これ受け止めれねえのか。でもまだねあるね、ホロハートね。あとこの送ろうもね、はい、まだあれなんであれですね。多分アイコンはね全部今までもなるべくホロハート送ってるので、前回のもねホロハート、これかアイコンは多分足りてるから、その時は秘伝書が出るんだよな、多分な。入手済みの時はアイコンの代わりに必殺の秘伝書が出現しますということでね。はい、そんな感じなんですよ。で一応ホロライブコイン G はね、ZZ は割といろんな人も出てますね。私も前回もね出てましたね、私見たら、はい、出てたんで、あれどこだっけ、これだ。今回ね吹雪加わって第4弾があるならまたねこれが加わるんですよね。そうで、いきなりね水星ゲットしたんで、まあでもねノエルとか出てもマリン出てもいいんで、はい、行きましょう。 Z もねこの前ミオが出ちゃったから、一応ねもうラミも持ってるし全員持ってんだよな。だからまあぶっちゃけね今度でいいんだけど、まあいいか。でホロライブアイコンについてはこれ多分全部持ってるので秘伝書になるんだよね。なんでこれ8枚回したら全部秘伝書が出てくるのかな、多分7枚か、7枚やったら、だから前回ホロハート全部送ったんだね。せーのドンということで、見事にね秘伝書が出てくるって感じですね。なんかシュールな絵でした。はい、でじゃあホロライブコイン行きましょうか。何が出ますかね。あ、これ1枚ずつなんだな、コロネちゃん。そっか、これは SS なんだ。まあもう1枚ぐらいいくか。よいしょ、まあワタメナイトフィーバーね、これはドロップできるんで、まあ、ホロハート欲しい人はねこれ S ランクのとこ一生懸命回るのが個人的にはいいんじゃないかなと思っておりますと。
じゃあ G 行きましょう。さあ持ってないのが、持ってないのはもうないか。一応ね、ZZ 以上出るときはあの2次カップだったな。そう、ミオもね、さっきゲットしたんだよね。なので、これ前回の課金だと思うんだよな。違ったっけな。さあ、残しといた方が得かもしんないよってね。ああ、確定ウィスが来ねえな。よいしょ。おう、ワタメナイトフィーバー。これで限界突破が4ですね。よいしょ。まあ、いいんじゃないですか。第4弾あるか分かんないもんな。赤カットインからの、おお、ラミーだ。残念だな、ラミーね。私貫突しないんだよな。はい、という感じで、そういう意味だと第1回のワタメちゃんは限界突破マックスにしてやったんだな。はい、そんな感じで、ホラライブコイン G は回しちゃいましたが、もしかしたらね、もう一回配布があるかもしれないので、そういうのにね、期待していければなと思っております。スコアタックが、またホロライブ続いてますね。犬神コロネの3がね、アイコンが当たるらしいと。で、そうか、配信記念キャンペーン、これ追加なんかやってんのかな。でもなんかもう 9000Y ポイントは超えたんですよね。なのでいいですね、ありがとうって感じですよね。あとはもうとにかくガンガンここからは1万に行きたいですね。なんで1月18日のね、次のイベントの時の3時に配るってあるので、うん、まあ今回のねイベントでは私も使い切る覚悟でやりたいなと思ってます。このね紹介についてもね、随時コメント欄のトップにね、ほんとこの初めてプレイのね、これ多分同じ子がやってくれたと思うんですけど、ありがとうね、いつも。はい、そんな感じでいい感じですね。一応ね、今回のコラボキャラについては明日ね、おそらく、あ、そっか、水星ちゃんこの前ゲットして、これであとはね、まあコロネいなくても吹雪の UZ がいたら、おはじきもね、あと、あ、おはじきでもクリアしたから、あとはちょっとそうだな、取り巻きたちもなんとか倒していければなと思います。カナタも持ってるので、そうだな、ノイルあるから、あれ、あと倒せないのなん、いないな、あれ、全員倒せたのかな。コロネでしょ、こっちは。あ、そっか、ウサダペコラの分があるんだ。ウサダペコラが一番難しいのに、ウサダペコラ持ってないから、あれか、特攻なし攻略できんのかな。まあちょっとそれも考えつつ、ボタンは確か特攻なし攻略できたような気がするんだよな。はい、なんで、はい、そんな感じで頑張れればと思っております。結構あと復刻かな、吹雪が終わったら復刻だと思うので、復刻についてはウサダペコラがね、私持ってないので、ウサダペコラの、あ、持ってんな。あ、持ってんな。水着も、マリンも、そっか、コロネも持ってんのか。じゃあ、復刻なんかスルーでいいな。サブアカはね、でも S の書とかも一緒に。確か S の書ないんじゃないかな。そうなんだよ、ないんだよな。吹雪は S の書がない。なんか水着はやたらラストチャンスで恵まれたんだよな。なんかすごいね、ラストチャンスで50連で全部揃ったんだよね。ウサダペコラはあれか、ボスか。はい。なんで、ウサダペコラも、あ、S の書あるんだな。はい。なんで、どうしようかな。復刻、どんな感じになるんだろうね。はい。ちょっと楽しみに待ちたいと思うんですが、10連ぐらいはね、やれればと思っておりますかね。はい。じゃあ、すいません。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。復刻の前に、吹雪だね。まあ厳しいだろうな。頑張ります。そう、これがウサダペコラの時にね、すり抜けたんだよね。でもこれかなり強いよな。
デカプニ4つ系だからね。ボタン来てほしいな。ボタン来てくれ。あ、幸運の予感なんだ。止まればボタン。うりゃ。あー、やったー。これクリアできるかもな。まあでもあそこは別に特攻なしでも倒せるか。大空さん、スバルさんだっけ。なるほど。黒絵。おお、いいね。あ、ZZ 来るんだ。へえ。